料理くまチャンネルです。今日はお袋の味、ぶり大根を作ります。それでは早速いってみましょう。材料はこちら。まずぶりの切り身に両面に塩を振ってしばらく置いておきます。大根は2センチ幅に4つカットして皮を剥き面取りします。大根を米の研ぎ汁で15分ほど煮ます。こうすることによって大根の苦みや臭みを取り味を染み込みやすくさせます。その間に生姜を2ミリ幅に4枚カット、小ネギは小口切りにします。ぶりを水で洗って熱湯をかけ、もう一度水で洗いましょう。これでぶりの臭みを消します。キッチンペーパーで水気をよく拭き取ります。大根を15分煮たらざるにあげましょう。お鍋に大根、ぶり、生姜、水 100cc、みりん大さじ2、酒大さじ1、醤油大さじ2、砂糖大さじ1を加えます。丸く切ったキッチンペーパーで落とし蓋をして20分ほど煮ます。時々アクを取ってください。味見をしてお好みの味に調節してください。味が良ければお皿に盛り付けましょう。小ネギ、豆苗を飾って完成です。ブリに味がよく染み込んでいます。大根も柔らかくてすごく美味しいです。お料理くまチャンネルをご覧のあなたも毎日のおかずやお弁当を動画にして収入に変えてみましょう。下の説明文のリンクから YouTube で収入を得る具体的な方法が無料で手に入ります。くまチャンネルからのプレゼントもありますのでぜひご覧ください。次回はアニメワンピースに出てきた空魚のソテーを想像で作ります。お楽しみに。チャンネル登録もよろしくお願いします。